ゲーム実況者です。悪の教団に乗っ取られた村を救うゲームを実況したのですが、悪の教団を創価学会に見立ててコミカルに実況したのですが、再品回数が伸びません。何か良いアイデアがありますかこれ下手すると訴えられてとんでもない額取られますよ。人によってはこういうのが好きだよねっていうので、まあ、例えばイスラム教とかだったりも、まあ、他の人はテロリストって呼んだりするんですけど、その人たちにとってみたら自分たちが信じる神様で正しい世界観を持ってる組織だと思ってるんですけど、人が信じてるものを悪い もののだとしてて笑うみたいなのって法律に触れない場合もあるんですけど大体において法律に触れる可能性があるので人気があってやってて儲かってますっていうのでその確信犯で悪いことやってるんだったらまだわかるんですけど儲かってもいないのに他人のバッシングだけしてるっていうかなり微妙な状況なので他の方向で笑い取った方がいいんじゃないでしょうか。